旅館和尚です。イエイ。はい、2本目の動画をね、撮ろうと思います。それは、1本目がね、山田聖さんの、書かれた、コラムがあって、これを本当に要約したものを先ほどお伝えしたわけです。で、今度私自身のちょっと今、今日現在の感じていることをお伝えしようと思います。それは、ここは口酸っぱく皆さんに伝えたいんですが、今、近藤幸次郎さんと日本全国を行脚してます。そして先進というものを広げております。で、近藤幸次郎さんと私と一つ違うところがあります。これは何か。近藤幸次郎さんは霊能者であり、僕は、霊的能力は今のところありません。見えたり聞こえたり、そんなことは一切僕にはありません。直感だけです。で、それに対して近藤幸次郎は本当の霊能者です。ね。過去世が見える。ね。守護霊と話せる。亡くなった人との対話ができる。やろうと思えば何でもできる。この差だけです。だけれども、この差が、できない、私たちからすると、必ず、あがめ立ててしまうところがあります。で、これは、石井和俊さんにおいても同じです。石井さんも霊的能力は数段に高い。そして、あの世の世界を何度も見てきている。だから、本当に、皆さんが知らない、知り得ない話を語ってくれますので、どうしても、石井さんに頼る、聞く。こういったことが起きる。で、他にも、今、プレアデステージのミーナさんとのクリスタルボールの演奏会を中心に、日本全国回るわけですけども、ここにしても同じです。何が言いたいか。僕は、絶対に、こういった方々に、すがる、ね、頼る、それから、そこに、自分軸からそっちへの他人軸への依存。これをぜひ卒業してください。で、ここを、あまり広がる。このことが広がる。ね、依存が広がる。霊能者への依存が広がるようなことがあれば、僕はこういう方々との、コラボのお話し会は、見直そうと思います。せっかく先進にたどり着いた。せっかく自分軸、ね、自分が神である。こういったところに意識がしっかり向いた。ね。そして内観して徹底的に自分は何なんだろう。自分の魂って何だろう。何のために生まれてきたんだろう。このことを徹底的に深掘り、内観していくことが一番重要であり、そのメッセージを伝えるために、近藤さんや石井さん、ミーナさん、というような方々を皆様の前でご紹介しているだけです。しかし、中には、どうしても依存する、頼る、そういった方々が、たまに見受けられ、その仕草、なぜかこう、崇めるように、サポートしてみたりしていく。そんなことが非常に、感じられます。これは一緒にずっと一緒、行動していて、その辺のことが、見え隠れします。で、僕は、これが大嫌いです。大嫌い。そういうことの目的のために、コラボしてるわけじゃありません。本当に、同じことは僕も話せます。僕も、そういう、近藤さんとか石井さんが話しているようなことを、僕なりの目線から、表現をして皆様に伝えることはできるんです。できます。しかし、もう少し説得力があった方がいいだろう。もう少し皆さんにとってのインパクトが強い方がいいだろうということで、お願いをしているわけなんですけれども、そのことと、頼るということがね、どうしても、
こう見え隠れするんですね。うん、このことがとても気になってます。うん、だからここは本当この地球学校ね、この魂の御霊磨きのためのこれ学校なんです。地球っていうところは魂を向上させる。その時に一番こう陥りやすい、ドツボに陥る、うん、こうそういう隙なんです。それがここなんです。この霊的な部分なんですが、このことから本当に卒業してください。で、これを要は悪魔であるルシファーとかルシエルとかこういった人たちがここを刺激したんです。うん、なのでどうかここのことだけしっかりご理解いただいて、自分で地に足をつけてこれから行動を取っていってほしいなというのが僕からの今日の今朝の強い強いメッセージです。まあそうは言ってもね、なんだろう、自由意志、それから不干渉の法則、こういうものが神から与えられている以上、もう僕はこれ以上皆様にお伝えすることができません。なので本当に自分の中でしっかりと、精査内観、それをして本当の自分というものを見つけていってほしいなというふうに思います。まあはっきり言いまして、霊能者が何だね、うん、ね、霊ね、他人が他人、自分は自分ね、本当に自分は自分なんで、自分として何が骨太で自分の生きたい人生って一体何だろう、このことを見つけていく、これが練習、ここがもうなんていうの、地球学校の卒業試験の最終、何だろう、登竜門みたいなもんです。なのでここだけは本当に皆さんに熱く伝えておきたいなというふうに思います。それから最後、全く話は違うんですけれど、もう今僕が話していることは、まあ自分で言うのもおこがましいかもしれませんけど、もう究極の極みだと思います。でこの究極の極み、この地球学校を卒業する極みの話をしていて、それをほぼドネーションね、地方においてはまだ若干お金いただいてますけれども、ドネーションでこれをなりわいにしないでやっていこうという、もう究極の選択をしてます。でまあ、いろんなスピリチュアルの業界の人たちが、ね、個人セッションとか行って2万だの5万だの取って、まあ僕が言ってること、もしくはそれに、近いことを言ってるかもしれませんけれど、そういう時代も終わりです。終わり。そして宗教も終わり。本当に、本当の創造主が伝えたかったこと、そして自分が創造主であったこと、そして全てはこれは魂を向上させる、自分自身の魂を成長させるために、この地球というものが要は用意されたということ。その中でいろんな嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、いろんなことを味わい尽くすところ、味わい尽くすんです。要は体験するところです。それがもう分かった、そしてそれを操っていた悪魔の総大将がもういなくなった、もうあとは光ね、弥勒の世に向かうだけです。もうこんな幸せなことはないんです。その今、なんていうかこう、ジェットコースターで言えば、この弥勒の世がてっぺんがあったとしたら、ジェットコースターがカッ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 ってちょっとずつのこう上がっていきますね。あのようなところに今来たっていうことです。もうだからもう僕はもう笑いしかない。もう早くそういう日が来るんだと思うと、もうワクワクしかないんです。だからぜひ皆さん、とにかく毎日笑ってくださいね。とにかく笑うね。1日300回ね、何があっても笑うんです。ニコニコするんです。このことをぜひぜひ意図的に意識して、とにかく無理くり笑ってください。ということで、ハッシーの独り言でした。イエイ。